浜谷平先生のハイアンドローの試験投資ですね。18年12月4日、ね、8月1日からの成績ですね、試験投資です。まだね、稼げてませんね。2万円ぐらいですね、試験でね。でこんな感じ、先月投資で2万円ぐらいですね。今の浜先生の実力はね。35万7000円使って37万6000円ですから約1万9000円の利益ですね。だから一番最初はこうですか、一番最初始めたのが8月6日からですね。8月6日でこういう感じで稼いで、ね、こうですね、8月の8日、8月6日から8月の8日ですね。一応ライブ講座ですね。8月の8日8月の13日ですね。8月の8日からで9月の入って27日ですね。8月13日からこうですね。11月1日ね、から9月27日と、ね、集計は全部同じですからね。11月8日から、ね、11月の時ですね。こうですね。ね、11月15日。16日から19日ですね。29,312円ですね、合計で利益がね。で12月4日11月20日からというわけですね。35万7000円使って37万6000円と。だから、結局まあ1万9000円ですね。1万9000円。1万円入ってスタートなんです。今見ると2万9312円になってる、残高はね、合計のね。となってます。この試験投資がうまくいけばね、また、次回はジェット機が買えますから、ね。まあ、先日ですけども。まあ、こんな感じで稼げていけばね。金額少ないからね、今ね。これは、ね。そういうことで、次回はジェット機を買うためにね、バイナリーオプションやってます。まあ、同等のいいものね、豪邸とかね。最高豪邸とかね。そういうのを頑張っています。どうもありがとうございます。